SR-25 はナイツアーマメントのユージ人ストーナーによって開発されたセミオート方式のスナイパーライフルである。SR-25 は550メートルで150ミリメートル以下の集団が可能な狙撃銃として開発された。AR-10 の機構を踏襲しており、作動方式はガス圧式ターンロックボルト、 AR-10 と同じ 7.62X51mm ーダ弾を使用する。AR-15M16 のシリーズとは部品の60%を交換しているが、レシーバー、撃鉄、バレルセット、ボルト、およびボルトキャリアなどがオリジナルパーツとなっている。11.25インチで1回転するライフリングを持つ SR-25 の重心は、 レミントンアームズによって製造されている。アメリカ海軍特殊部隊シールズなどで運用される、工事図のマーク11は24インチのヘビーバレルを装備し、また、重心はフリーフローティングになっており、ハンドガードはレシーバーの全部とのみ結合しており、重心に力がかからないようになっている。このため、0.75MOA という、セミオートとしては、極めて優秀な精度を持つ。 アメリカではサプレッサーを除いた民間人向きのモデルもおよそ 7500US ドルで発売されている。民間仕様の SR-25 は市販のマッチグレード弾薬を用いて100メートルで約1インチの集団が保証されている。SR-25 にはアイアンサイトが付いておらず、レシーバートップには 20mm ピカティニーレールを装備している。そのため、 各種工学機器や場合によっては M16A3 の標準付きキャリングハンドルが着脱できる。ヘリのキャビン内からマーク11を構えるシールズ隊員マーク11モ o d 0スナイパーウェポンシステムは SR-25 を元に開発されたライフルシステムであり、アメリカ海軍特殊部隊の要求事項を満たすように開発された。 銃本体の他に相談数20発のマガジン、クイックデタッチスコープリング、リューポルド製バリ、X ミルドット光学スコープ、ハリース製、バイポッド、ナイツ製クイックデタッチサプレッサー、そしてバックアップ用のアイアンサイトが標準装備されている。米海軍での採用後のマーク11は既存の銃の中でも非常に信頼性が高く、また、 精度の高いセミオート狙撃銃の一つであるとして、世界中で認知されるようになった。このマーク11モット例は、308インチェスター弾とほぼ同一規格のマッチグレード 7.62EX51mm ナトーダ弾を使用する。ナイツアーマメントによると、このシステムの最大の売りは、重心のフリーフローティングを実現するレールシステムであるという。 これによって銃を保持している時やバイポットを使用して地面に委託している際にもレールハンドガードを介して力が重心にかからず最高の精度を発揮する。長さ 288mm のナイツアーマメント製レールシステムも素早く取り付け外しが行える。このマーク11は同じくナイツアーマメント製の M110 ザースと外観が非常に似ているが レールシステムが異なるほか、ストックが折りたたみ式になっており、さらに重工には一体型のフラッシュサプレッサーが搭載されている点で異なる。マーク11を射撃中の海兵隊インアメリカ海兵隊では、SR-25M をスナイパーライフルとして使用している。二千五年十一月、海兵隊はイラクに派遣されている、海兵隊の第二がいつ解体司令官などからの、 要求を受けて、180兆のマーク11モッド例を導入すると発表した。現在海兵隊で使用されている M40 スナイパーライフルは、都市部での狙撃任務に適さないという報告が来ているという。主武装を M40A3 にする場合、狙撃位置の変更を行う、際の自衛用に2兆の銃を副武装として携行する必要があるが、SR-25 は、 相談数が20発あり、1丁で狙撃から緊急時の自衛射撃も行えるという。2005年後半にアメリカ陸軍は老朽化した M24SWS に,に代わってマーク11の派生型で常実の M110 の購入契約をナイツアーマメントと取り交わした。2009年までに4400丁を導入する計画がある。現在、 M24 に代わり狙撃銃として各部隊に配備されている。1990年代後半、イスラエル特殊部隊は中距離における速射を用いた狙撃任務に対応すべく試験的に数兆の SR-25 を導入した。2001年にはイスラエル国防軍の陸軍部隊に正式採用された。同国では長距離狙撃銃として M24SWS を運用しており、不評用の M16A2 や M4 カービンでは届かない、中距離での狙撃で活躍することが期待されている。近年、オーストラリア軍のいくつかの部隊でも SR-25 の運用が始まったとみられ、イラク・アフガニスタン、そして、東ティモールでの作戦において運用されている。ありがとうございます。